今日の話はですね、名古屋の展示会パート3ということで、前回に引き続きまして、電動自転車、e バイクのメーカーですね、ベスビーの2022年モデルをご紹介していきたいと思います。前回アップしましたおすすめのミニベロ小径車に続きまして、今回はですね、電動のクロスバイク、ロードバイク、グラベルロード、マウンテンバイクをピックアップしていきたいと思います。話題の e バイクですね、購入を考えている方はぜひご注目ください。それではスタート。はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、名古屋の展示会パート3ということで、前回に引き続きまして、電動自転車 e バイクのメーカーのベスビー、2022年モデルをですね、ご紹介していきたいと思います。前回ですね、アップしましたおすすめのミニベロ小径車に続きまして、今回はですね、電動のクロスバイク、ロードバイク、グラベルロード、マウンテンバイクをですね、ピックアップしていきたいと思います。1回目のですね、アップでもお伝えしましたが、ベスビーについてですね、少しお話をしていきたいと思います。ベスビーはですね、台湾の e バイク専門メーカーでございまして、数々のですね、モデルの e バイクを生産しております。親会社はですね、 IT 企業の BenQ というですね、会社でして、液晶モニターを作っておりまして、使用されている方も多いかなと思います。そんなベスビーですが、2020年から2021年ですね、コロナ禍で当店で一番人気のあった e バイクでありました。前回のですね、アップでは当店で一番人気の高いミニベロ小径車をご紹介していきましたが、今回はですね、クロスバイク、ロードバイク、グラベルロード、マウンテンバイクをですね、ご紹介していきたいと思います。それでは早速展示会の動画でございます。どうぞ。
ということでですね、ベスビーの e バイク第2弾のピックアップでございました。通常のですね、電動自転車と比べて、こちらのですね、スポーツタイプのアシスト自転車はですね、走る距離がかなり長くなっていまして、上り坂でもですね、しっかりとパワーをかけることができます。当店ではですね、ご年配の方や運動不足の方、そしてダイエットをしたい方などですね、こちらの電動アシストクロスバイク、ロードバイク、マウンテンバイクにお乗りになられている方が非常に多くなっております。スポーツ自転車のですね、イメージとしてはやはりですね、きつくてしんどいというようなことも考えられますが、e バイクの場合はですね、非常に楽しく運動ができると思いますので、ぜひですね、乗り始めてみてください。今現在ですね、いろんなメーカーさんで、この e バイク在庫がない中で、こちらのですね、ベスビーはしっかりと在庫を持っておりますので、ぜひチェックしてみてください。メーカーサイトはですね、こちらの動画の詳細欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご注目ください。それでは2回にわたってベスビーの e バイクのお話となりました。それではまたアップします。Thank you.